だから携帯は落ちた。ポケットの中の2枚のチケットはちぎられぬまま賞味を切らした。素敵なあなたのままで嫌いになったのよ。ないけなかったの。愛してると言わせるの嫌だった。一度だけでいい、一言だけでいい、声を聞かせて。忙しいからじゃないのはすでに分かっているから。日からの角を角を祈るスウェブ君、若手を決めるのはあなたからの返事。携帯なくしたの、それでも事故に知った。最後の言葉、ランドに行こうね、約束だ。あなたと交わした最後のメール、愛して